川内拓夫は、日本の作曲家である。1963年東京都府中市出身。専属学園大学音楽学部、作曲専攻卒業後、同大学専攻科終了。作曲を、シッシュドムツを、ピアノを、村上明美の各紙に支持を仰ぐ。1988年、竹光徹主催。 今日の音楽第3回国際作曲コンクールにピアノと打楽器のためのムーブメントが入選、印象的なデビューを果たす。1997年に作曲したバイオリン、ピアノと打楽器のためのダンシングツーマイスピリットはカナダ先住民による同盟彫刻に霊感を得たもので、1999年のルーマニアにおける国際現代音楽協会音楽祭。 世界を音楽の日々に入選した。その後も2000年に、北方民族の説話から啓発を受けて制作された、バイオリンとピアノのためのフォークテールズ。2003年、北の自然から着想を取った、弦楽四重奏のための天と地など、北方をはじめとする地域の自然や民族をモチーフに、した作品を多数発表。2003年には、横浜港未来ホールにて、古典コンサートを開き、 2007年には同所で第2回個展を開催、2021年に第3回目となる個展を開催した。後期ロマン派、印象派からハードロック、プログレッシブロックまで様々な音楽の影響を受け、調整とメロディーを重視する現代的なリリシズムを追求する。一方で2006年にはそれらと前衛的な要素を混交した。 ジャズボーカルとコンピュータのためのマンダラのマリアを発表した。他の作品に、打楽器アンサンブルのための天の息、ピアノのための春のソナチネ、近作では、弦楽師重奏のための、風、川そして星々、ディジュリルとチェロと打楽器のための、ソナタパシフィカ2、パンフルートと十三弦奏と打楽器のための、ある北方の小さな祭礼、他がある。日本現代音楽協会。 日本作曲家協議会各会員、新進会同人、マザーアース株式会社、JFC 出版より楽譜が発売されている。ありがとうございます。